はい、皆さんこんにちは、ワナルグリュウシです。信長の野望創造戦国歴史伝の、北条氏政でのプレイ続きをやっていきましょう。で、今回はですね、前回、ご覧いただけた方にお話してあると思うんですけども、プレイヤーの方が作ったシナリオをいくつか入れ込んでますので、そのあたりも含めてね、皆さんには楽しんでいただけたら嬉しいかなというふうに思っています。では早速続きをやっていきましょう。まあ、前回はですね、ほとんどが海外旅行の話に費やしてしまったというところもありますので、今回はね、少し合戦のシーンとかもお見せしていければいいかなと思ってます。ではこの太田攻めをちょっと一本プレイ早速していきましょう。騎馬隊みたいに鉄砲がね使えないので、ここは弓にしましょう。騎馬に弓2の編成です。で、敵は太田2000、2000ですね。統率82、武勇70、一方こちらは79の62ですね。まあ、能力的には少し劣ってしまう部分もあるとは思うんですが、まあ、兵力がね、倍半ですから、無難に勝てるとは思います。まずは高台に移動して、ここで敵を迎え撃ちましょう。行くぞ、やりたい。突撃を受けましたね。ここは突撃固めができないな、まだ。力を合わせ戦い抜くのだ。このあたりもやっぱり、ね、歴戦の雪村とかそういうクラスに並べると、やっぱり一撃の破壊力っていうかな、そういったものは、ね、どうしても劣っておきますね。まあ、ここは兵力差にものを言わせて殲滅していきましょう。行くぞ、ご命令を。先月の収支です。そしたらですね、次は宿場とかを建てておきますか。滅多に建てるようなことはないので。で、鉄砲鍛冶はまだ砲術が終わってないのかな。なのでここは建設も見送っていきましょう。城代じゃなくて城主になりたいんだよな。ちょっと待ってね、小田原城下を襲撃しろってことは何？小田原城が今取られてるの？先月の収支です。全国マップ確認しましょう。まあ大丈夫だよね。この辺りはどことどこが戦になってんだ。佐竹と結城が戦になってますね。結構大規模な戦いになってそうですね。まあこちらは我関せずというわけではないですが、バシバシやっていきましょう。
で、このままだと取引ができないので、早めに商いの奨励はやってしまいたいですね。できるだけ早いタイミングで商いの奨励をやっていきましょう。で、まあ、このあたり、お話聞き場、もう聞いて回って。奨励で、砲術は終わったけど、商いは、まだできないか。なるほど。では建設で鉄砲鍛冶を2つほど作っちゃいましょう。でここは温泉町があるんでね。でここ左折だからタタラバをもう1個ぐらい建てておくかな。いや、温泉町にした方がいいな。兵力の回復が早ければ早いほど戦に出やすくなりますからね。ここは温泉町にしましょう。で、それとは別に水田をこの空いてるところに建てていきましょう。寝室はもう済ませてあるので、もう一段階はあの寝室のところに武家町を作っていきますが、兵力をもうちょっと欲しいですからね。ご命令を。先月の収支です。でここで商いが奨励できたので、商いを奨励しつつ水田を建て、連兵所が建てられないね。ちょっとここはじゃあ一旦送りましょう。やっぱり木材と鉄が不足する傾向にはなってきますね。ただこれで鉄砲に騎馬の編成ができるようになったので、そういう意味ではだいぶ、お、進出してなかった、もしかして。じゃあここは進出をかけましょう。どこに進出するかだな。ここに何があるかわからないからな。だったらどこにやっても同じだけど、ま、無難にこの辺りにしておきますか。お、天下統一を目前とした豊臣秀吉に小田原征伐が始まった。北条はこれに対して籠城により徹底抗戦を行うも、圧倒的な兵力の差になすべもなく、もはや北条の敗北は目に見えていた。北条宇治場さん、これ今プレイしてる御隠居ですね。まあただここでも出ている通り、この北条が私の代でつぶ、ついえるというのかというふうに出ているように、現当主宇治直よりもこの隠居している氏政先代当主の方がむしろ力があったんじゃないかとすら言われています。で真田丸、ご覧いただいた方、あの 見ている方もね、そういう描写がいくつかあったと思うので、この辺りは、ね、すんなり入ってくるシナリオになるかと思います。でここはおそらくその、追加でユーザーの方が作られたシナリオになっていると思います。伊達は伊達の援軍はまだ来んのか。このあたりも、ね、かなり真田丸に忠実に作られていそうな感じですね。恐れながら未だ伊達からの連絡は届いておりません。これ板部屋が構成するんですね。やはり伊達が豊臣に下るという話は真であった、誠であったというのか。伝令、伊達の援軍が到着しました。我ら伊達軍、これより北条の援軍として豊臣を打ち果たさんということで、史実ではこの伊達政宗はこの北条征伐中に小田原に豊臣方として参陣したというふうに言われているんですが、ここでは仮想的なシナリオになってません。北条方についてくれるというシナリオになっています。ひとたびは豊臣に下ることも考えた。おそらくそれが一番賢い選択であろう。じゃがわしも戦後に生きる者として己の力を試さずにはいられぬのだ。伊達が来てくれた。敵としてではなく援軍として、まだだまだ戦えるぞ、皆の者、戦はまだこれからである、というふうになっています。伊達の援軍による勢いを取り戻した北条、この出来事が豊臣陣営に大きな与えることになる。
表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。全国マップを見てみましょう。同盟になってますね。伊達と同盟関係になってます。伊達も兵力を少しずつ増してきているので、このまま行ってくれれば、まあ北条伊達の同盟というのは一大勢力になり得るかなという感じですね。まあ、ご隠居の身でありますので、まあ、その何か指示を出せるという立場ではないので、まあ、まずは城主目指していきましょう。ここ砂鉄か。ここも砂鉄、結構砂鉄が多いな。まあ、鉄の町を作りたいっていう思いはないので、ここはもう武家町をバンバンバンと建てていっちゃいましょう。で、多分そのうち茶室を作れとかって言ってくると思うんで、まあ、茶室をね、先月の収支です。しましょうね。白川家が上杉に滅ぼされたというふうになってますね。で、砂鉄はもうそんなに数は必要ないので、表情を始めます。先月の収支です。反対には、そうだな、水田とかを作っておきますか、ここには。とはいえ、たたらも作っておけばお金には換えられるので。兵力も3000、4000、5000ぐらいまでは欲しいですね。お、ここで失うから出兵の命令が来ましたね。現在徒歩約1000で遊騎場を攻略中。我が軍は宇治輝が指揮を取っていますというふうになってますね。ここはじゃあ援軍として出兵していきましょう。鉄砲に騎馬2で出陣します。兵力3300を率いていきましょう。これは工場戦力やつ。敵の兵力は3500か。これまともに戦ったらどうだろう。かなり消耗しそうですね。まあ豊臣方に関して言うと、あんまり攻めてくることができない状況というのは、豊臣はもちろん大阪にいるんですけど、秀吉ですね。同盟を結んでいて、周りを攻め立てて領土を拡大するということができない状態にあるはずなんですね。ですので、その間に我々としては領土を少しでも拡大しておいて、北条一帯でも行くぞ、秀吉に、ね、対抗できるような勢力を誇っておくのが必要かなと思うので、まあ、ここはね、行くぞ、どんどん勢力拡大でいいかなと思います。城門を破壊しました。城門を破壊しました。敵城門突破しました。行くぞ。我らが攻めに耐えきれるか。我に続け。臆したか。我らが攻めに耐えられるか。敵城門突破しました。不甲斐ない。ここは挟み撃ちに遭う可能性があるな。兵力差がほとんどなくなってますからね。行くぞ。遊びは終わりだ。臆したか。臆したか。我らが攻めに耐えきれるか。出動。こんな日もある。兵力差がほとんどないか。これで どっちが先に潰れるか微妙だな。宇治政の方が100ぐらい多い、500ぐらい多いですね。こ
これで城門を破壊しましたので、退却する。城を落としましょう。行くぞ。まあ、ちょっとね、今回おお徳姫が来てくれた。前回プレイしていた真田幸村信繁でのプレイの時は2人で最終的に城を落としたっていうような状況ありましたから、本当に最後の最後まで諦めないで攻めればっていうところにあった。出陣するぞ。戦場へ参る。ただあそこはかなりの兵力に囲まれている。ご命令を先月の終始です。報告いたします。確認しましょうか。今取った結城城に攻めてくるのは佐竹ですね。結構大軍を送り込んできているので、この佐竹を支えきれるかというとちょっと難しそうですね。すぐに城を明け渡すことにならなきゃいいなというところですね。武家町レベル5は難しいな。演武場か、まあ、作ってあげてもいいんだけど、演武場はこれだな。じゃあここに演武場を作ってあげましょう。で、あとは何気に商人町がかなり少ないんで、商人町をこの一帯には作ってあげましょう。兵力をさっきだいぶ消耗してしまったので、また統治上の威力を発揮してもらって、ガシガシ戦力を補強したいですね。で、狩り場を2つほど作っておきましょう。こことで、ここは商人町を作ります。やっぱりその連動が高ければ高いほど攻撃力が増しますからね、戦になった時の。なので兵力の回復と連動の大きさ、強さ、高さっていうのかな、は非常に重要な要素にはなってきますね。伊達も結構兵力を拡大してきてますが、さっき取った城が早速取り返されたね。ご命令を先月の終始です。俗の対地戦か、1900だけどこれはやっておきましょう。500だったら物の数ではないですね。もうそのまま直接当たりましょう。続け。で、今城主の依頼が来ましたけど、もうちょっとだけ待ちましょう。領地内政が挙動を終わるまでは待ちましょう。領地内政もやりつつ城下の整備もやるっていうのは結構めんどくさいんで、ね、集中して終わらせちゃいましょう。伊達もだいぶ勢力を拡大してきてますからね。北条もガシガシ勢力を上げていきたいところですか。報告いたします。ここは砂鉄か。こ
ここは砂鉄が豊富だな。砂鉄ばっかりありますね。表情を始めます。先月の収支です。木材とか砂鉄とかね、まあ、確かにいくらあっても困らないというか、あればあるだけ嬉しくはもちろんあるんですけどね。なんでここに立てておきましょう、刀蔵を。で、あの周りに武家町を作っていければベストですね。だいぶ伊達も大きくなってきてるな。いくつか竹を滅ぼしてますね。竹を滅ぼすと何がいいって、あの武将の数が一気にガガッと増えますからね。武将不足に悩まなくて済みますよね。さあ佐竹との戦いですね。4戦で攻撃中ですと。じゃあここは出陣していきましょう。兵2700で出陣です。進め。で敵味方の兵力の総数を確認していきましょう。味方が7000、敵が3200か。これはまあ無難に落とせるんじゃないかと思うけど。続け。犬飼さんだったかな。かかれ。では動機いきます。敵の援軍が来たか。いきます。我らが行くと、とくとご覧あれ。敵城門突破しました。これで決まりだ。敵城門突破しました。これはあえてこっちの佐竹義重の方に向かいましょう。行くぞ。続きなさい。この身分を先に打っときましょう。行くぞ。この攻め生きれまい。いざ通常に勝負。行きます。かかれ。ここは引きます。続け。敵城門突破しました。これが戦の作法よ。城門を破壊しました。やってくれるな。これで決めます。佐竹義重とか鬼の強さ教えてやろう。我が戦を。あなたたちに勝ち目はありません。引け。我らに勝てると思っているのか。これで決まりだな。我らが攻めに耐えきれるか。退却せよ。臆したか。ただ最後は力で兵力に勝って物を言わせることができましたね。よし。あとはこのまま行くぞ。敵城門突破しました。館を落としましょう。このあとね、守らなきゃいけないっていうところが難しいですよね。城を取ったはいいけど守れないっていうことがね結構ありますからね。表情を始めます。先月の終始です。海津城攻めの方に行くんだ。今度はちょっと海津城の場所確認しましょう。小諸、上田、海津城に行くのか。なるほど。佐竹を潰した方がいいんじゃないかという気もするんですけどね。一応このゲーム上ではご隠居である以上当主でないので、そのあたりの意思決定権はないですね。
ご命令を先月の収支です。もうそろそろ寝室も念頭に入れてやっていった方がいいかな。とはいえ水田をこの辺りに建てられるやつは水田を建てて、商人町も建てて、あとは武家屋敷ですね。ひたすら戦力の増強を図りましょう。でそれなりにその統治所、要はあの減ってしまった兵力の回復速度ですね、ここはそれなりに上げてあるはずなので問題ないかなと思うので、あとは兵力数をね増やしていきましょうというところで、イベントです。秀長が死んでしまったというイベントになってますね。まあ、この秀長が死んだことによって、まあ、秀吉の、まあ、なんていうのかな、やり方にこうブレーキをかけるっていうような、そういう存在がいなくなってしまって、本当に豊臣家の中では秀吉の言うことがもう神というようなね感じになったんだと思います。ご命令を先月の収支です。であとはもう武家町を作っていきますか。この三つは水田も欲しいっちゃ欲しいんですけどね、どちらかっていうと今は兵力の方が欲しいので、水田1、武家町1で作っていきましょう。あそこの残りの2つの区間、上場を始めます。先月の収支です。いや待て待て待て、あそこ連兵場にしましょう。連兵場にすれば4つの場所に対して効果が発揮できますからね。で水田は次のターンで、もう一回ここをガンと大きく進出をかけて、川沿いに、川沿い一帯に水田を作っていきましょうか。お、これは利休が切腹するようなシーンになりますかね。こちらは忠興。あの確かに忠興と利休の間、この細川忠興っていうのは結構な茶人で利休を慕っていたと言われてますね。まあこの千利休が切腹させられた理由っていうのはいくつかありますけど、真田丸、大河ドラマの真田丸の中では、あの北条方にもね、その鉄砲玉となる鉛を流していたっていうのが、三成とか信繁とかにバレてしまったっていうのが一つの要因として描かれていましたね。まあ、実際どうだったかっていうのは結構謎が多くて、どうなんでしょう、定説として何かあるんでしょうかね。ご命令を先月の収支です。さあでは進出をかけていきます。これが最後の進出になるかな。そうですね、なので本当に次、何か来れば城主になりましょうか。海津城が落ちたか、どこに落とされたんだろう、ちょっと確認しましょう。豊臣か、豊臣が来てるな、確実に豊臣と徳川が来てるね。豊臣がこの辺りに城を持ったか、危険だな。徳川が攻めてくるようなことがあればかなり危ないですね。そういう意味でもちょっと早めに城主になりましょう。もう表情を始めます。先月の終始です。変わってますね、目的が。まあそうなるよね、
府中は誰が持ってるのかっていうのをちょっと確認し先にしましょうか。徳川じゃないだろうな。今徳川を攻めるなんて馬鹿げてる。府中は府中だとこの辺になるんじゃないかな。ちょっともう一個大きくしましょう。大きくすると旗が出てるのでどこを攻めるかっていうのが分かるはずですよね。分からないな。府中だとこっちかな、もしかしたら。ああ、ここだな。佐竹の府中。オーケー。じゃあこの佐竹の府中城を攻略に向けてやっていきましょう。で、ここにあるのは名所ね。名所ができてるんだったら、そうだな。大庭園でも1個ぐらい作っておきますか。上から水田を立てていきましょう。表情を始めます。先月の収支です。物見櫓とかも1個ぐらい作っておきますか。で、櫓の周りには武家屋敷を建てていきましょう。もうちょっとだけね、詰めさせてください。よっ、一国一城の主になった。よし、有機城か。微妙だな。というところで、有機城の城主になったというところで、キリがいいので一旦ここで終わりにしてですね、次回からは、有機城の城主としてプレイの方をやっていきたいと思います。というわけで今回も最後までご視聴いただけた方、本当に、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。